皆さん、こんにちは今週も始まりましたあけみのワッツアップレディオイエーイ <laughs> はーい、というわけで今週も元気よくトークしていきたいと思います。えっと、この番組は私、ワッツアップあケみが、えっと、沖縄市でダンススクールをやっていまして、そのダンススクールでえ子供たちにヒップホップダンスを教えています。このヒップホップダンスを教えている子供たちの 普段のレッスンの様子とか、あとはあちこちイベントに出演したりしているので、その、毎週出演してきたイベントがどうだったよっていう風にイベントの話をしたり、あとはこれから先こんな練習していくよとか、あとはこういうイベントに出ていきますよっていうイベント告知とか、まあそういう感じであの、ダンスの話ばかりなんですが、このダンススクールの話題を中心にお届けしていく番組です。 毎週土曜日12時から生放送で1時間トークしていきますので、もし、えっと、覚えてくれた方はぜひ毎週聞いてもらえたらなというふうに思います。はい、えっと、今週のトーク内容は、先週ですね、えっと、1月10日日曜日にイベント出演してきたウミンチュワーフと、あと、ライカムでのダンスショー、そして、 1>, 1月11日にはミュージックタウンの1階広場の方で MT バトルの 3on3 を開催したのでその 3on3 の結果などをあの報告していこうかなというふうに思っています今週も元気よくトークしていきたいと思いますので是非皆さんよろしくお願いしますそれでは今日も1曲目かけていきたいと思いますので聞いてくださいどうぞ お届けしているのは、あけみのワッツアプレリオーです。では、ここから先は、まず、先週開催した、ミュージックタウン1回広場での、MT バトル 3on3 の結果から、お伝えしていこうかなというふうに思います。MT バトルは、えー、何年目かな、今年で7年、丸7年やっている大会で、 えっと、1年目から、アンダー18っていう風に、えっと、18歳以下しか出れないよっていう風に年齢制限を設けてやったダンスバトルなんですけど、まあ、毎年、年を重ねるごとに、えっと、ルール変更をしたりなどを繰り返して、2015年度、この去年から始まった4月からのシリーズでは、えっと、20歳まで出れるよっていうことと、あと、3on3、えー、 ソロのバトルと3人組で出るバトルとこの2種類で開催してきました。で、先週の月曜日、1月11日、成人の日にミュージックタウン1階広場の方で、えー、MT バトルの 3on3 を開催したわけなんですけど、2015年の4月から始まったシリーズの最終予選大会だったんですね。1年間に8回のペースで、えー、っと予選大会をやっていくんですけど、その、 まあ、いわゆる8回目の大会だったということですね。で、この1月の大会で、えっと、1位と2位と3位に入れたチームは、3月に予定している MT バトルグランドチャンピオン大会への出場権を獲得したということで、これで全てのファイナリストが揃ったということになります。えっとね、 まあ、年が明けて2016年ですけど、えっと、2015年の4月からのシリーズが続いているということで、2015年度の MT バトルグランドチャンピオン大会という風になります。では、えっと、ね、えー、この前の月曜日、成人の日に開催された、MT バトル 3on3 の1月大会の結果をお伝えしていきたいと思います。まずは、Under 15、15歳以下の部門の第3位、DSB、 そして、準優勝がキャロル。そして、優勝がスーパーサン重視このチームに決まりました。おめでとうございます。はい、えっと、第3位と、準優勝。 DSB とキャロルは、えっと、裏添えの方にあるダンススタジオ、ホームランドからのエントリーでした。えっと、準優勝したキャロルに関しては、もう何回も挑戦してくれて、で、いつも惜しいところまで行くんですよ。 例えば予選は1位とか2位で通過するのに、いつもそのベスト8とかベスト4で強い相手に当たって、まあまた負けてしまってまた次回の大会に挑戦するっていうのを何回も繰り返していたチームだったので、で、今回、えっと、1月の最終予選ということで、またね、同じチームキャロルでもう一度エントリーしてくれて、で、まあ予選通過からの、 順調に勝ち進んでいって、準優勝という枠をゲットできました。そして優勝が、スーパー三十士。このチームは、え、ぐしかにあるゴールデンエッグダンススタジオからのエントリーだったんですけど、ゴールデンエッグダンススタジオからはですね、いつも毎回たくさんの子たちがエントリー参加してくれるんですが、あの、必ず、 ほぼ毎回優勝を取っていくんですよ。すごいなって思うんですけど、なかなかその準優勝とか3位っていう結果で予選通過するんではなく、高確率でいつも優勝をゲットして、あの、グラチャンに進んでいるので、その辺はだいぶすごいなっていうふうに思っています。で、今回もね、スーパー 30C っていうチームでエントリーしてくれて、優勝での あの、ファイナル予選通過っていう感じでした。で、決勝戦がそのキャロルとスーパー 30C、この2チームでの対戦になるんですが、とっても、 いいバトルでした。あの、15歳以下なので、まあ、中学生までのバトルなんですけど、まあ、スーパー 30C は全員小学生。で、キャロルは、えっと、中学生チームで、小学生対中学生って感じだったんですけど、やっぱり普段から、あの、ずっと一緒にスタジオで練習している仲間なので、あの、 ま、仲間で踊るダンスだったり、ソロで、あの、一人で背負ってやってダンスするやつだったりとか、すごく見応えがあって、で、DJ のかける曲にすごく合って踊っていたので、とてもすごい、あの、レベルの高い戦いになったと思います。とてもいい勝負でした。このね、えっと、1月の最終予選で3位内に入れたこの3チーム、おめでとうございます。 続きまして、もう一つの部門。20歳以下の部門の、えっと、3位までに入ったチームを紹介したいと思います。まずは第3位、チーム B。そして準優勝が JPN。優勝がチーム P。はい、この3チームが、えっと、グランドチャンピオン大会に進みました。まず3位のチーム B。 と、優勝したチーム P は、まあ、チーム名も似ていることから分かると思うんですけど、同じスタジオからのエントリー、そして裏添えのホームランドダンススタジオからということで、ホームランドからエントリーしてくれたみんなは、この日は2つの部門で合わせて4つも賞を取っていたということで、すごいですね。はい、ありがとうございます。えっと、チーム B とチーム P、高校生メンバーで組んで出てくれたんですが、 あの、とても、あの、すごく個性豊かっていう感じですごく見応えがあって面白かったです。で、準優勝になった JPN は、あ、優勝と3位のチームは女の子チームだったんですね。で、準優勝が JPN で b ボーイえー、男の子のダンスチームだったんですけど、3人組で出る大会なんですが、あの、3人のうち1人は、あの、留学生、 をメンバーに入れていて、せっかくグランドチャンピオン大会に上がれたのに、3月に開催するね、グラちゃんには、今のところ、あのー、地元に帰ってしまっているということで、ニュージーランドからの留学生なんですね。すごくダンス上手だったけど。ねだからこのグラちゃんに合わせてまた沖縄に来れるようにちょっと調整してみるというふうに言っていたんですが、出てもらえたらすごく嬉しいですね。 グラチャン大会での、えっと、3on3 は、えっと、3人組でのエントリーなので、まあ、こういう感じで、その、チームによっては1人が出れなくなったとか、去年もその怪我のせいで出れなくなったっていう子がいたので、3人で予選通過して、この1人まではメンバーチェンジが OK っていう風に、 なっています。それぞれね、いろんな事情があって、出れなくなったりしちゃうところもあるので、で、それでも、あの、チーム、この3人で上がったじゃないということで、なるべくメンバーを崩さず1人までだったら変更 OK だよっていうふうにルールがありますので、えっとね、できればその留学生の子にも出てもらいたいんですが、ね、オリジナルメンバーで出てもらえたらいいですね。はい、20歳以下の部門はチーム B。 JPN、チーム P、この3チームが受賞しました。おめでとうございます。はい。というわけで、MT バトル 3on3、えっと、先週の月曜日に開催されたこの大会が、2015年度の最後の予選大会だったということで、次回はもう3月ですね。えっと、3月にはグランドチャンピオン大会が開催されます。グランドチャンピオン大会では、えっと、 2015年8回の予選大会の中でも、ソロの方で3位内に入ったチャンピオンたち、そして 3on3 の方で3位内に入ったチームたち、えっと、の2部門を競っていきたいと思います。そして、えっと、グランドチャンピオン大会なので、その日は、えっと、チームの小コンテスト、チームのダンスコンテストも開いていきたいと思います。 去年も、えっと、チームコンテストを開いたんですがすごく盛り上がってとってもいい大会になりました去年のグランドチャンピオン大会は、えっと、チームコンテストも3部門に分けて10歳以下と15歳以下と15歳以上に分けたんですけど今回はそうだなえっとどう分けたらいいんだろうえっと今 沖縄で頑張っているチームの数とか、あと年齢をどこで分けたらいいぐらいなのかとか考えながらちょっと進めていこうかなというふうに思います。たくさんの人に参加してもらえたらと思っているので、ぜひ、えっと、見るのも無料です。もしよければ、グランドチャンピオン大会は3月6日にミュージックタウンの1階広場の方で開催していきたいと思いますので、ぜひお時間のある方は見に来てもらえたらなというふうに思います。 はい。で、えっと、まあ、今回は、m t ワト t ルね、えっと、w a t s App からは、受賞者はランクインできなかったんですけど、あの、すごいことが起きて、あの、ダンススクールに、まあ、リトルモンスターっていう、すごいちびっこチームが所属してるんですけど、えっと、リトルモンスターの中でも3人でチーム組んで、エントリーしたんですよ。えっと、何年生かな。 小学1年生と、まだ小学校に入っていない6歳と、小学校に入っていない5歳この5歳、6歳、1年生で組んで、あの、MT バトルに挑戦したんですよ。でもう、やっぱ5歳、6歳、1年生だから、すごい見た目ちっちゃくて、 可愛い,いわけで、えっと、可愛いいだけじゃなくて、やっぱり音楽も聴いてしっかりね、踊るから、もう会場中、あの、他のスタジオの人たちもみんな応援して頑張れみたいな、すごい大盛り上がりだったんですね。で、予選が終わって、予選通過チーム、えっと、点の高かったチームから、えっと、あの、 やってあの、なんていうの予選通過チームを発表していくんですけど、そのリトルモンスターがなんと今回予選1位で通過したんですよもう超びっくりで、えっと、だから、なんていうのあの、ダンスの技術とかはこれからなんだけど、やっぱり会場を一番ロックしたということで、あの、審査員のみんなも高く評価してくれて、予選1位で通過できたということがすごく嬉しかったです。 そのね、絶対お母さんたちもびっくりしたと思うんだけど、やっぱりこうやってちびっ子たちの参加,参加はすごく嬉しいですね。はい。ベスト8にも入れていたということで、あの、これからバトルを始めるみんなにもすごく勇気が与えられたと思います。はい。そんなこともありました。で、 今回、まあ、グランドチャンピオン大会に残れなかったメンバーたちは、また2016年度も4月から新しいシリーズスタートしますので、また練習を重ねて4月からのエントリーという風になります。はい。じゃあね、こんな感じで、もうあとはね、3月に向けての調整になるということなんですが、ぜひ、えっと、当日はたくさんの応援、ミュージックタウンの方に遊びに来てもらえたらと思います。 はい。ではここでまた曲紹介に移っていきたいと思いますので聴いてください。この曲です。どうぞ。 はい。お届けしているのは、アケみのワッツアプレリオーです。では、ここから先は、えっと、まあ、さっきは MT バトルの結果報告を中心にお届けしたんですけど、えっと、ここから先は先週出演してきたダンスのイベントの話をしていこうかなというふうに思います。それにしても今日めっちゃ天気いいですね。えっと、最近ね、雨がずっと続いていたので、えっと、ちょっとさっき、 あとで一瞬帰れるときに洗濯ちょっとやってから行こうかなっていう感じですね。すごいいい天気、イエーイって感じです。はい、えっと、先週のイベントの話していきたいと思います。先週の日曜日は、えー、2カ所で合計3回のダンスショーをやってきたんですけど、えっと、まず1カ所目は、チャタンのフィッシャリーナの方、漁港の方にあるウミンチュワーフっていうところで、えっと、 ワッツアップのダンスショーを披露してきました。その日は、えっと、マリンフェスタっていうことで、えっと、漁港でちょっとみんなで集まってワイワイやりましょうっていう、なんか、その、なんていうのいろいろ販売されたりとかして、あの、たくさんのブースがあって、で、そこで、イベント、イベントじゃない、ステージ部門で、あの、盛り上げてきました。で、いろんなブースがあったんですけど、100円で、 三分間体験できるマッサージとかがあったので、ちょっとやってみたんですよ。そしたらちょっと、あの、私が受けてると、やっぱちびっ子たち興味持ってどんどん見に来るから、ギャラリーがすごく増えて、マッサージ師の人もこんなにたくさん可愛いギャラリーがいたら緊張しちゃうなとっていう風に言いながら、あの、マッサージしてもらったんですけど、 だいぶ気持ちが良かったです。100円で3分だったけど、多分3分以上やってくれたんじゃないかな。とっても丁寧に、あの、生じ中、生って <laughs>、していただいたので、あの、すごく、あの、長いかとほぐしてもらえて、すごく良かったです。で、えっと、他には、マグロの解体ショーがあったりとか、えっと、マグロの解体ショーね、 終わった後、その、切り身をみんなに無料で配布とかがあったんですね。だから、その、無料でもらえるところに並びに行ったりして、えー、っと、みんなでマグロをもらったりしたんですけど、てっきりこの1000円ぐらいで販売して家に持って帰れると思ってたので、あの、すごく楽しみにしていたんですが、やっぱりその、見る人たちがすごく多かったので、 あの、無料で配布。一人、えっと、三切れぐらいだったんですけど、もうすごく美味しかったです。切りたての新鮮なマグロね。超超でっかいやつを、あの、女性の方が捌いていましたけど、女性の方が捌くっていうのもすごく珍しいそうです。で、子供たちは、あの、中落ちっていうんですかマグロの中落ちを、あの、スプーンでくり抜く体験をさせてもらっていて、で、スクール生もそれはたくさん参加して、えっと、 お母さんたちに見てって中落ちこんなに撮ったよみたいな感じであのスプーンでくり抜いたやつを持って行ってました。でみんなあのお醤油とわさびがサービスでいただけたのでみんなそういうのをかけてあの食べたっていう感じですごく美味しくいただきました。ね、こうやってイベントの先でたくさん子供たちとあのこういうふうにいろんな体験ができてすごく面白いんですが ワッツアップのみんなは、その日は、その、外のステージの方で、えっと、盛り上げていこうということで、えっと、ダンスパフォーマンスもしてきました。 で、最初はその1回だけのショータイムだったんですが、2回踊ることになりまして、えっと、私たち以外にもそのさっき紹介した浦添のホームランドダンススタジオと私たちとこの2団体が、えっと、スタンバイをしていたので、えっと、交互にパフォーマンスすることになったんですが、えっと、なかなかこうやって、あのー、ね、いつもダンスコンテストで顔を合わせるようなメンバーたちですが、こうやってね、あのー、 この他のスタジオのダンスショーを見るっていうのもなかなか珍しい体験なので、お互いの、その、子供たちが、その、お互いのダンスショーに注目してっていう感じですごくいい刺激になったんじゃないかなっていうふうに思います。今回、What's Up a r ダン i スク d a n c e School は、 あの、小学生メンバーたちだけでショーを頑張ってみたんですね。小学生だけでどこまで盛り上げられるかっていうのをテーマでやったんですけど、あの、まあまあだったかな。<laughs> みんなもうちょっと、あの、もうちょっと気をつけてやったらもっといい感じになると思うんだけど、まあ小学生の力だけですごくよくできていた方だと思いました。 子供たちにはちょっとマイクも持たせたりして、あの、一人ずつコメントを言わせてみたり、気合の一言を言ってもらったり、あとはチーム紹介をしてもらったりとか、ちょっとずつマイクも、あの、握らせていこうかなというふうに思っています。で、いずれは、あの、小学生だけで仕切って、あの、ね、MC とかもやっちゃったら、すごいね、私楽になるので、あの、 MC もできて、ダンスもできてっていうふうにみんなで、あの、こういうふうにできたらいいなっていうふうに、今年の目標はそういうふうにちょっとみんなに、あの、みんなだけで表に立ってもらって、私は本当に裏から見るだけっていうふうにできればいいなっていうふうに思ってるので、えっと、まあ、いろんな子にマイク握らしてみて、一番得意な子に、あの、司会進行までできるようになってもらえたらなっていうふうに思っています。 で、ウミンチュワーフでのステージが2回ありまして、で、その後会場を移動して、夕方の6時からは、ライカムの方の外の5階のステージでもパフォーマンスしてきました。で、えっと、その時も小学生のみでの、えっと、ダンスパフォーマンスだったんですが、たくさんの人たちが見に来てくれて、とてもいい雰囲気でやりました。で、 んっと、ワッツアップのパフォーマンスの時はいつもたくさんの人が見に来てくれるので、えっと、通路も通れないぐらいになっちゃうんですね。なので、この、今回から、その椅子の使用が禁止されて、あの、お客さんもと地べたに座らなきゃいけなくなってしまったんですが、みんなね、あの、敷物を準備していたりとか、 みんな地面に座りに来てくれて本当に嬉しかったです。で、地べたに座って、まあ、たくさんの人が応援してくれたわけなんですけど、えっと、これもトークも入れながら、小学生チームのチーム紹介を中心に、えっと、パフォーマンスしていったんですけど、あの、一人一人、ちょっと緊張した様子と、あと、パ,パフォーマンスって言ったら、あれだけど、チーム紹介の、 時に、どういうチームですかとか、あの、チームの紹介をお願いしますっていう風に、あの、みんなにパスするんだけど、そしたらその、みんなで一つのことを考えてきたみたいで、セリフを言いながら動きもつけて、なんか、私たちは、とっても元気よく、みたいな感じで、振り付け、あの、そのセリフに踊りもつけて、あの、みんなで元気よく叫ぶみたいな、 感じの子たちが多かったので、すごくこれは可愛くて、あのお客さんの心を掴んでいたと思います。たくさんの人がね、笑ってくれて嬉しかったですけれども。そんな感じで一チームずつ紹介して、みんなにコメントを言ってもらったり、すごく面白かったです。そして、この日は、あのチームメンバーだけじゃなくて、ん、えっと、サポートメンバーとして小学生メンバーたちもたくさん踊ってくれたので、みんなで一つのダンスショーを作るっていう感じですね。ねえ、えっと、普段、 とはちょっと違うやり方で、あのダンスショーをやっていったので、お母さんたちもまた新鮮な気持ちで見てもらえたんじゃないかな、というふうに思いました。すごい楽しくダンショーできました。次回のワッツアップ・アケミダンス・スクールの出演予定は、来週なんですけど、えっと、そのまま、えー、イベント情報をお伝えしていこうかな、というふうに思います。次回は1月24日、日曜日に。 えっと、県総合合わせの県総合運動公園の方で、沖縄市の産業祭りが開催されます。その産業祭りのステージの方で、お昼の1時から、ワッツアップアケミダンススクール、えー、っと、ダンスパフォーマンスしますので、 ぜひよかったらその産業祭りだからね、もちろんいろんなものが販売されたりとかして、あの食べ歩きもできますし、屋台も出るから、すごく楽しめると思うんですけれども、ぜひよかったら1月24日、来週の日曜日、幻想号で開催されます。えっと、沖縄市の産業祭り、ぜひ皆さんに遊びに来てもらえたらなっていうふうに思います。これ見に行くのは、あの無料で見れますので、ぜひ遊びに来てください。 はい、コメントありがとうございます。えっと、毎週土曜日12時に、えー、生放送で放送している番組です。はい、えっと、じゃあここから先はダンススクールの案内もしていきたいと思います、えっと。私がやっているダンススクールは沖縄市のパークアベニューにあります。パークアベニューにチャーリータコスがあって、そのチャーリータコスに、チャーリータコスの裏にアベニューの共同駐車場があります。 共同駐車場の事務所2階がキッズ専門のヒップホップダンススクール、ワッツアップ明美ダンススクールです。毎週土曜日には無料で体験できる体験クラスを開いています。えっと、土曜日の3時からが、えっと、小学生とかちびっ子たちを対象にしたキッズクラス。そして4時半からが中学生、高校生を対象とした中高生クラス。 この2つが無料でで体体験験きる体験クラスとなっていますえっと、小学生と、あとまだ小学校に入っていない3歳、4歳、5歳のちびっこさんたちは3時から。で、中学生、高校生は4時半からなんですが、えっと、もう年が変わって4月にはもうみんな学年が上がってしまうので、えっと、小学6年生で体験に受けに来てくれた子は、もう最初から中学生クラスに案内しようかなという感じで、 で、えー、と案内していますもちろん今日も土曜日なので無料体験クラス今日もいつも通りやっていますので是非興味のある方はこの土曜日の時間に合わせて体験クラス遊びに来てください。よろしくお願いします。 はい。えっと、まあ、こんな感じで、ダンススクールもやっているんですが、ブログもやっていますので、カタカナで、ワッツアップ、アケミダンススクール、もし、えっと、検索して時間があれば、チェックしてみてください。えっと、今日お届けした、あの、MT バトルの結果や、あの、普段、出演してきているイベントの写真などが中心なんですが、載っていますので、ぜひ見てもらえたらな、というふうに思います。はい。イベント情報と、あと、ダンススクールの案内でした。 はい。というわけで、あの、年がね、2016年、新しい年に変わって、で、まあ、1月、あの、ワッツアップでは恒例のチームオーディションが開催されたわけなんですが、えっと、このチームオーディション、今回からは少し厳しくなるということで、えっと、いい結果がもらえた人も、厳しい結果がもらえた人もいたということで、まあ、いろんな気持ちをね、あの、持ちながら、えっと、今週はみんな、 スクールに通ってくれたと思うんですけど、えっと、このチームオーディション、今年は、この一回限りじゃなくて、その、な、中休みっていうのその、今度は春休みに、3月頃に、3月から4月の頭にかけて、もう一度オーディションを開いて、で、このね、1回目の1月で安定しなかったチームもあると思うので、あの、うまく組めなかったチームは組み直し、で、 今組んだチームにプラスで追加メンバーを入れていこうかなという考えもあるので、えっとそういうチームには、えっとまた3月4月の春休みの時にチームオーディションをやっていこうかなというふうに思っていますので、えー、今回ちょっと厳しい結果をいただいた子たちは、またこの3月のあの時期に向けて、ちょっとそれまでにパワーアップ、レベルアップして、また挑戦してもらえたらなというふうに思いますね。ちょっと今回ね、 あの厳しくするのをすごくあの躊躇したんですけど、えっと、でもまあ子どもたちの成長につながるだろうということで、えっと、今までは、ね、ちょっと結構優しめにあのやりたい子はなるべくやらせてあげるという感じのスタンスでやったんですけど、えっと、やっぱりその1チーム1チームしっかり力を入れてあのレベルの高いチームに仕上げていけたらなというふうに。 あの、思っているので、だから中途半端なレッスンはできないというふうに、ちょっと私も気持ちを新たに入れ替えたので、えっと、そこに、あの、気持ちの部分でも、あの、技術でも、生活面でもついてこれそうな子をピックアップして、っていう感じで、ちょっとね、シビアなんですが、あの、そういうふうにやっていこうかなというふうにしています。 そうですね。また次挑戦して頑張ったらええねんってコメント来てますけど、その通りなんですね。ありがとうございます。はい。ありがとう。たくさんのコメントが来てますけれども。ね。私のダンスも見てみたいですよね。<laughs> えっと。 え、そうだな。ここではね、なかなか <laughs>、あの、トーク番組なので、あの、見せることは難しいんですけど、YouTube の方で結構お母さんたちが撮ってくれてるのをアップされているので、ちょっと恥ずかしいんですが、あの、私のダンスはその YouTube でバトルの映像とかがアップされているので、その辺見てもらえたらと思います。 はい。ね。レッスンもこうやってちょっと気持ちを入れ替えて始まったわけなんですが、チーム以外にも平日のクラスでも結構、あの、移動があって、で、また基礎メニューに戻しているんですけど、年末は、あの、もう発表会に向けて振り付けばかりだったので、また、ね、年明け1月からはもう基礎に戻したいっていうふうにすごく思っていたので、 早速、基礎中心のメニューに戻して、みんなをね、ビシバシやってるところなんですが、メンバーたち結構筋肉痛してるっていう声が上がっているので、私としては、おおよしよしって感じですごくうまくいったって感じですね。筋肉痛してるっていうことはすごくね、いいことです。えっと、動かした部分の、 筋肉をよく使えていてい新しい筋肉ができているということなのでもうたくさん筋肉痛してもらってまた強い体に、ね、なってもらえたらなというふうに思います筋肉痛してるメンバーはすごくねレッスンも一生懸命やったからそういうふうに体が痛くなるっていう感じなのでえっとまあお家でねしっかり揉んだりあの湿布張ったりとかしてケアもしてくださいねただ怪我がないようにあのしっかりストレッチとかもしてあの激しい運動にもついていけるように っていいいいう感じで体のケアもよろししくお願いしたいと思いますはい、そんな感じで、ワッツアップは結構、年明けからね、ちょっと厳しくなりましたけど、新しい気持ちで、また新年、あの、新しくレッスンを始めることができています。で、えっと、新しい、 チームとレッスン始まったんですけど、披露できるのがまっ、あ、すぐではないので、あの、大体そのさっき言った2回目のオーディション3月4月ぐらいから、あの、今から3ヶ月後ぐらいでね、えっと、ダンスが新しいのが仕上がってきて、皆さんの前でお披露目していけると思うので、3月4月まではオーディションしたんですが、今までのダンスチームでのパフォーマンスになります。 そして3月4月からは新しい振り付けとか、あとはそれぞれのチームでのパフォーマンスを披露していけるように、早いペースで進めていきたいと思いますので、またね、新しく変身した姿を皆さんに早く見せられるように、レッスンも頑張っていきたいと思います。はい、では今週は、 ここまでで、えっ、ー、と、締めて、またスクールでレッスンがあるので、戻りたいと思うんですけど、来週のこの放送はお休みになります。来週お休みで、その再来週、また放送していこうと思うんですけど、なぜ来週お休みなのかって言ったら、来週はですね、あの、ダンススクールの小学生チームヒーハーが、いよいよ、 あの、東京の全国大会に出場しに行くということで、えっと、私が東京の方について行ってしまうので、放送ができないということなので、えっと、来週は一週間ラジオお休みして、で、その次の週ね、えっと、またラジオ放送していきたいと思いますので、ね、ヒーハー頑張ってほしいですね。沖縄からの はるばる沖縄から東京に挑戦しに行くっていう感じなんで、今日なんかものすごく気温もね、あの暖かくて天気もすごくいいんですけど、向こうは話に聞いたマイナス一度とかすごく考えられないような寒さっていうふうに聞いたので、 ね。あの、寒さ対策で暖かいものをいろいろ用意していきたいと思っています。また皆さんにも、あの、東京での様子がどうだったよとかも報告していきたいと思いますので、また次回の放送もぜひ楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。では、それでは今週はここまで、えっと、次回の沖縄でのイベント出演は来週1月24日日曜日、合わせの 県総合運動公園の方で1時から沖縄市の産業祭りで踊りますので、ぜひえっと時間のある方は見に来てください。はい、コメントもメッセージもありがとうございます。頑張っていきますね。それではまた次回このまたラジオを聞いてくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。